はい、どうも、てりあげでございます。まずですね、これまあスタート画面の内容なんですけれども、まあ簡単に説明させてもらいますよ。あのね、これまず、こいつの、まあ上からなんですけれども、これまあアグリとか書いてるじゃないですか。これ、こいつのご機嫌なんですね。で、この人は、まあ、ローマ教皇の特使なんですけれども、まあ、この人一体じゃあ何ができるかって言ったら、まあ、即戦力の闘士、剣闘士が欲しい場合、ここで買い取ったりすることができます。買ったりすることができる。うん、案外これは強力なんじゃないかなと思うんですけど、あと、まあ、いろいろね、パラメーターがあるわけなんです。いろいろやれることがあるんですけれども、まあ、エキシビジョンマッチですよね。これ3つ目はね、エキシビジョンマッチって言って、興行を行うことができる。ワインを送ることによって、ここの機嫌を上げることができます。あ、俺、やらなあかんことあってん。そう。ちょっと待ってね。これ、確かここやったかな。Here employees って書いてあって、これ俺全くノータッチやってんけど、あ、で、買わなあかんわ。あのね、水とかも買わなあかんねん。これ、水とかが必要やわ。食料とか。うん。どんどん減っていってるんですよ。で、Here employees っていうのは、まあ、これは労働者を雇うことができるんですけど、まあ、用人、使用人かな？この場合は。使用人ですよね。エージェントとか、いろいろいますけれども、まあ、どうやら、この中で、まあ、必要なのは、そうですね、鍛冶屋かな？まずやっぱり。鍛冶屋が必要かな？まあ、潰れた武器とかを自動的に修理とかしてくれる、非常に有能なやつなので、こいつを、雇います。で、あとなんですけど、そうっすね。誰雇おうかなと思って。まあ、食料を自動的に増やす。かなどうしようかな誰雇おうかな投資たちを、まあ、いろいろ、うん。エデュケーターにしようかな。エデュケーター、教育するやつってことか、これ。こいつを雇おう。あともう一人なんですけど、あ、忘れてた。そうそう、アーキテクト。こいつ、建築家。こいつはいろんなものを建てることができるんですね。必要やから雇っときます。はい。ということで、一応、今、3人雇いましたけども、まあ、遊ばしておくのはあれなんで、そうっすね。ちょっとまあ、いろいろちょっと働かせましょう。これ何やったかな？はい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 。自動修理。オートマチックアップグレード。これいいんじゃないですかね。うん、これ習得せなあかんね。まあ自動的に、その習得、武器が潰れてもやってくれるっていうのは非常にいいんじゃないですか。ほら、これ、はい、これ戦うこともできます、こうやってね。672ってお金結構いいじゃないですか。誰これ、ベーシックカマ。14勝してんぞ、こいつ。めっちゃ強いじゃん、実は。まあ、一番うちのエースやろ、エース級のやつをじゃあやっぱり出さなきゃいけませんね、これは。うちのエース出そうか。行こう。まあちょっとちっちゃい、まあ町の闘技場みたいな感じで戦わせるみたいなことになりますけど、うわ相手も強いなこれ。え、なんかあっちゅう間にやられたんじゃん。嘘、死んだ、マジで。
前クソやられたぞ、今。ぶち殺されたぞ。マジか。どないしたんやろ。やば。焦るわ。重くせやられたんやんけ、今。やばいやばい。いや、焦るわー。むっちゃ簡単にやられてるやん。バス。を作ることによって、モラルと、回復速度が上昇します。レベルが35、アタックレベル34。これやったら楽勝で勝てるんちゃうかな、多分。一応エース級で、ね、もう全力で戦っていきます。 GO! いけいけ。油断するな。あはは、もう圧勝だ、圧勝。一発もダメージ食らわなかった。よしよしよし、よくやった、ランスピードブースト、いいね。ランスピードブースト、まあ、全部つけてねえな。よし、マックススタミナ、いいじゃないですか。うん、こいつすごい期待。両方に武器持ってる、かっこいいよね。かっこよくなってきてんちゃうん。かっこよくなってきてんちゃうの、これ。こいつちょっと格上げや。レベル24、33、入れとこうか。頼むぞ。すっげー、一発。一撃強っ。焦った今、パリ強いやん。頑張れ。2対1、レベル21、レベル30、レベル、アタックレベル200、すげえな。まあ、うちもじゃあエース級を出しましょうか。もう干渉するぞ。ほんまに勝てるわけないやんけ、お前っていうな。カードでございます。おそらく圧勝すると思う。2対2、ファイト。よっしゃい。まさに一瞬。よし、この二人がもう強くなりすぎ。お、来たか。レベルのランクは75。うわ、強いなこいつ。なんやねんこいつ、めっちゃ強いやん。強いやんけ、めっちゃ強いやん。怖っ、死ぬんじゃん。大丈夫かよ。セレクトマックス5人までまと、いけんの、マジで。中途半端なやつでいっても負けるだけやからな、これ、ほんま。まあ、2対1で1回いってみようか。頑張ってもらおう。いけ。おお、よし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 。多分攻撃力が半端ないと思うんだよね、お互い。お、仲間入った。やった。いや、こいつは新たな一軍でしょ、これは。こいつは強いやろ、多分。ああ、13か、まあまあやな、2軍か。